久保さん、YouTube の動画が山本太郎さん一色になってきましたね <laughs>。関連動画山本太郎になってきましたね、全部。まあ、クリックするとね、どん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 その、それにされる、あの汚染されていくんですけど。そうまあ、だからね、ちょいちょいね、また聞き、昔聞いてたんですけどね、昔ちょっと聞いてる時期があって、まあ、話し方が上手いなって聞いてたんですけど、まあ、今回久保さんのきっかけで、あの、ね、多分、 なんすかねおそらくなんですけど、数年前、山本太郎さんって多分、そこまでじゃないと思うんですよ。うん。なんか、まあまあ、久保さんのこのアクセス数を見るか、見ると、なんか今、まあ、こう、昔に比べると、人気になってきたんじゃないかなって、僕が見てたのさ結構昔なんですよね。あの、コロナの時なんで、3年前ですか ?3、4年前ですよね。 で、最近の全然見てなかったんで、最近だと1年前の選挙がなんかいっぱい出てて、またちょっと見てるんですけど。うん。そう。だ山本太郎さんのね、まあ、いろんな話ありますけども、あの、やっぱ、うんんまあ、洗脳されてるんじゃないですか、やっぱ。 やっぱそのデ,データもやっぱ出してくれてるんで、じゃあ消費税が何に使われてるのかっていうデータがもう出てるじゃないですか。うん、とか、ま、あいろんなデータが出てくるんですけど、しかもそのデータが国が出してるデータなんですよね。だから、そのデータを否定するんだったら国をもう否定するしかないですよね。<laughs> で、データは出てるんだけど、こうやってることが違うみたいな。でもデータは一応出さないといけないから出してるみたいな。でもやってること違うみたいな。<laughs> うん。はい。どうなっちゃうんですかね、今後。 うんはいまあでも山本太郎さんのやっぱ今一番のまあ思うあのきついだろうなと思うことがやっぱみんなにねやじ言われてる人とかみんなにやっぱねその。 やっぱ賛同、もちろん賛同してくれてる人はいるんだけども、やっぱね、賛同したとしても数で勝てないっていうところがあって、政治はやっぱ数じゃないですか、票で、まあその選挙も票なんですけど、やっぱその可決されるのも結局、議員さんの票じゃないですか、で議員さんの票なんだけど、自民党の方が多いんで <laughs>、だからどうやっても勝てないよねみたいな。だからここのそのそ 多数決っていうその,そ,のそれで何か議決していくっていう構造自体を変えないと一生自民党がじゃないですか、うん、この自民党派閥の勢力企業とつながっている勢力っていうのがずっと続くっていうねうんだからもう選挙のそ,そもそも自体をこう仕組みを変えないともう何すかね数で勝てないじゃないですか <laughs> だから数で選ぶっていうことをやっている限りは、多分僕は、国は変えられないと思いますね。だってずっと継承されるんで、それが。そこのね、天下りだったり、それがずっと継承されるわけじゃないですか。うん。だもし改革があるとするならば、自民党に山本太郎さんがいるってことですね。<laughs> 自民党に山本太郎さんがいて、で、もちろん一人じゃきついので、 そのだから内部を、内部告発が内部をぶっ壊していく人、でも内部をぶっ壊す人っていないじゃないですか。すよほどの勇気がないといけないし、その内部をぶっ壊されようとしたときにか、確実に圧倒的な圧力がかかるだろうし、うーん、だからなんかもう、本当にその自民党の中で革命が起こる、その 中身をぶっ壊していくっていう、なんかそういう動きがないと、変わりようがない、仕組み構造上変わりようがないかなと僕は思ってますけどね。まあ山本太郎さん頑張ってすごいと思いますよ。すごいと思うんですけど、結局数の話になっちゃうんで、最終的に議決とかそういうのは。選挙も全部そうで。うん。多数決じゃないですか。うん。だからその多数決で全部を決めるっていうルールを変えないと、まあ、当分続くでしょうね。 うんでも、じゃあ多数決以外に何があるのっていうね。<laughs> そううん、だから、最高だその国会国会、国会議員が決めるんじゃなくて、そのまた別の枠ですよね、最高裁みたいな、国会弁護士みたいな、国会裁判みたいな。そう <laughs> で、その多数決とかじゃなくて、その意見を聞いて、でそれで最高裁です。国会の 弁護、弁護、その、国会議員、国会でこうやって多数決みたいな感じでやるじゃないですか、じゃなくて、意見を聞いて、えー、こっちで決めるっていう、その外、外枠っすよね。で、外枠で決めるっていうのをやらないと、ちょっと難しいかなと思いますけどね。うん。いってらっしゃい。